ルートディレクトリルートディレクトリとはコンピュータファイルシステムにおいてファイル階層における最小または最上位のディレクトリのことであるルートディレクトリはすべての枝の開始点である木の幹に例えることができるルートファイルシステムはルートディレクトリが位置しているのと同じディスクパーティションに含まれるファイルシステムであるルートファイルシステムはシステムのブート時にマウントされる他のすべての ファイルシステムの頂点にあるファイルシステムである。物質的なファイルキャビネットの例を利用するため、ファイルキャビネット内の個々の引き出しをファイルシステムやシステムプロンプトに含まれるサブディレクトリの最高位階層として表現した場合、ファイルキャビネットがある部屋をルートディレクトリとして表現できる。つまり他のディレクトリはルートディレクトリの中に含めることができるが、少なくとも そのファイルシステムにおいては、ルートディレクトリは他のどのディレクトリの中にも含めることができない。ほとんどのオペレーティングシステムではファイルをルートディレクトリにあるサブディレクトリに配置するように、ルートディレクトリに配置できる。人はこれを部屋の中の至るところに、あるいは部屋の中にある任意のファイルキャビネットの中にペーパーファイルを置くこととして心に思い描くだろう。 ユニックスはこの機構造の本質を完全に抽象化し、ユニックスやユニックス系システム内では、記号は、ルートディレクトリを意味する。ルートディレクトリは、慣例として、で、表現されるが、そのディレクトリ見出し自体は名前を持たない。つまり、ルートディレクトリの名前は、最初のディレクトリ区切り文字の前にある、空文字列の部分である。マウントされた。 ファイルシステムを含むすべてのファイルシステムの見出しがこのルートの枝である。DOSOS2、そして Microsoft Windows では各パーティションにドライブレターが割り当てられ、パーティションを超えた共通のルートディレクトリは存在しない。DOSOS2、そして Windows はパーティションを別のドライブのディレクトリ内に マウント可能とする、さらに抽象的な階層構造をサポートするが、これは稀にしか見られない。これは DOS では、ジョインコマンドを用いることで、最初に DOS に追加されて、以来ずっと可能であり、同様にして、すべての Windows バージョンでもできる。文脈によっては、すべてのマウントされたドライブを含むルートディレクトリを参照することも可能である。ただしルートディレクトリは、 ファイルシステムのどこにも存在しないため、ルートディレクトリにファイルを直接含むことはできない。例えば、ファイル URI スキームを用いて、ローカルファイルにリンクする場合、そのシンタックスは、ファイル C で表現され、形式になる。ここで、ファイルは標準接頭時であり、三つ目のが、ローカルシステムのルートを表す。系オペレーティングシステムでは、 各プロセスは、ルートディレクトリがどこかを自身で理解している。ほとんどのプロセスにとっては、ルートディレクトリは、システムの実際のルートディレクトリと同じであるが、クルートとシステムコールを呼び出すことで変更することができる。これは通常、レガシーライブラリを必要とするソフトウェアを起動したり、時にはソフトウェアのインストールとデバッグを簡単にしたりするため、 人目につかない環境を作成するために行われる。クルート内のプロセスは、クルート環境から抜け出すことができるため、セキュリティの強化を目的として使うべきではない。フリーブースドは、オペレーティングシステムレベル仮想化を可能にし、ファイル階層のサブセットへ正確にプロセスが、アクセス可能なファイルはどれなのかを抑制するためのセキュリティ目的にも役立つ、より強力なジェイル。 システムコールを提供する。多くのユニックスには、ルートと名付けられたディレクトリも存在する。紛らわしいが、これは、本記事が述べている、ルートディレクトリではなく、スーパーユーザーのホームディレクトリである。こちらを明示するために、その発音から、スラッシュルートとして示されることもある。VMS オペレーティングシステムにおいて、ルートディレクトリという用語は、ユニックスでは、 ホームディレクトリとして呼ばれるユーザーファイルのすべてが保存されるディレクトリを示すために用いられる。VMS では MS DOS のディスクごとのルートディレクトリに相当するものはマスターファイルディレクトリとしてみなされとして指定される。ありがとうございます。